はいいかいって聞きますので、茨城弁でいいよっていうのが予感べーって言うんで、ぜひ元気いっぱい予感べーって言ってくれるかな。予感べー素晴らしい。ねえねえ準備はいいかい。予感べー。いいね。今日は来てくれてありがとう。もう一度いくよ。ねえねえ聞いてくれかい。かわいい。私の思いのこもった歌をそこらつぐんで聞いてくろう。あらゆる皆さん今日おつかおんのまで来てくださってありがとうございます。やってきましたね。もちろんですが精いっぱいやってきましたね。よろしくお願いします。なんかすごい路上ライブやってるみたいですね。ということでね、今日は2017年に一緒に47都道府県の旅をした泉亜美ちゃんと一緒にね、はい、はい、お久しぶりでございます。今日は初めましての方がいるいない生きづらいけど生きてやる系シンガーソングライター、そんな肩書きで活動しております。まみちと一緒に旅した頃は生きづらい系と言ってたんですけど、ちょっと進化しまして生きづらい系から生きづらくない系、あ、じゃあ生きづらかった系とかなんかいろいろ迷走した結果生きづらいけど生きてやるになったっていうね感じでございます。今度ね10月でワンマンをやらせていただくんですけどね、その際こちらのボンドンさんにめちゃくちゃお世話になって、今日はこうやって直接ライブができて本当にありがたいなと思います。お久しぶりの方も久しぶりの方も久しぶりの方も、今日も私とまみじの夜を楽しんで帰っていただければと思いますので、よろしくお願いします。では、自己紹介がてらにも一曲お届けします。聴いてください。人でいたい。すごいね、外でも飲めるんだ。なるほど。勉強なんかできなくていいから深い深い悲しみわかる人で常識なんか知らなくていいから、つらいつらい痛みはわかる人でいたい。立派になんてなれなくていいから、淡い淡い優しさわかる人でいたい。器用な人になれなくていいから、痛い痛い悔しさわかる人でいたい。空気なんて読めなくていいから、
嫌なものは嫌って言える人でいたい。かっこ悪くても構わないから、ああ目の前のこと必死にできる人でいたい。バカにされたって構わないから、どんな時もらしさを忘れぬ人でいたい。傷がついたって構わないから、人を憎むより許し耐える人でいたい。うまくいかなくても諦めない気持ちは忘れぬ人でいたい。怖くて足が震えてもいいから、勇気を持って前に進める人でいたい。思いしっかり持てる人でいたい。強い心持てなくてもいいから、人のために涙を流せる人でいたい。深い深い悲しみわかる人でいたい。淡い淡い優しさわかる人でいたい。でいたいという曲でした。ありがとうございます。なんかこういう投げ銭ライブが久しぶりでございますが、もう一曲お届けします。自分のこと。自分のことがわからなくて、自分のことがわからなくなる。自分のことがわからなくて、自分のことが嫌いになってく。どうして生まれてきたの？何かやるべきことがあるんでしょう？
からなくなる。自分のことを隠しすぎて、自分のことが見えなくなる。どうしてここを選んだの？何かやりたいことがあるんでしょう。ぐらいやっても大丈夫です。じゃあ2曲と、え、時間大丈夫？大丈夫、大丈夫。2曲とじゃあアンコールやって。今日はせっかくここまで来てくださった方もいらっしゃいますのでね、私から1曲プレゼントという曲を送りたいなと思ってます。人生生きてるといろんなことがあって、ここまで来るのにも本当にいろんなことが私もありました。でもこう後から振り返ってみると、あ、この時のために今があるんだなとか、自分のなんか嫌だなって思う感情とか、全部全部なんか気づかなきゃいけないことがあって気づかされてる。目の前で起きてること全部神様がくれたプレゼントなんだなって、そんな風に思うようになりました。マミチと旅してた頃は本当に最初は辛すぎて、今でも忘れないです。新潟駅でもうマミチが歌って、すごい人がいっぱい集まってて、で私が歌い始めたらバーって人がいなくなっちゃって
で、マメチはいっぱい CD を売ってるけど、私はなかなか CD が売れなくて、すごいマメチと自分を比べてめっちゃ辛くて、もうマジで降りようってスタッフ側に回ろうって思った時もいっぱいあったし、しょっちゅうもうマミジーはそれを見てたんですけどね、いつも夜お風呂に一緒に行ってたんですけど、私はいつも一人でずっとメソ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 泣いてて、マミジーは遠くからずっとそっとしておいてくれてでも本当にあの旅があったからこそ、なんかこう自分を分かったなっていう気がしてて、私の CD を買ってくれる人はいつももう泣きながら買ってくれました。ああ、もう何百枚って売れる CD よりもこうやって泣きながら買ってくれる1枚の方がよっぽど私は自分にとって価値があるなってすごい教えてもらいました。プレゼントっていう言葉には存在っていう意味もあるんです。もうここにいる全ての皆さんの一人一人の存在がもうプレゼント、もう生まれてきた瞬間にもうこの世の中にプレゼントを落としているっていうのが私たちの命なんだなって、すごくすごく自分の命を私は粗末に扱ってきたこともいっぱいあったけど、なんかこればっかりは本当に理由もなく全員が平等に与えられてるもので、それ以上でも以下でもない、本当に本当にみんな一人一人大事な命なんだなって最近は本当すごくそう感じてますそんな皆さんの命にありがとうという気持ちを込めて、風見静香からプレゼントという曲を送らせてください。神様は君にこの世の中を幸せにするために、君には君の考えを持ってここに呼んだんだ。いいバランスとってうまく回ってる。何も意味なかったら僕たちきっと出会うことはなかったんだ。すべての人にここにいる意味があって、そんなの深く考えなくていい。それは勝手になってすべての人にここで輝く希望があって、それでいい、それでいい、君は君をもう迷わなくていい。闇を見せたんだ。簡単なことさ、君は君を大切にしていればいい。何もできなかったら僕たちきっと出会うことはなかったんだ。全ての人にここに惹かれるものがあって、そんなの深く考えなくていい。それは勝手に感じるもんでいい。全ての人にここで生きてく義務があって、それでいい、それでいい、君は君をもうなくさなくていい。悪く言う人もいるだろう。何を信じたらいい。息苦しくなる世の中だけど、こんな時代に生まれ
したことだってきっと意味がある。君じゃなきゃできないことがあるんだ。苦しくたって笑えるんだって、そうやって君はきっと生きていくんだ。生まれてきてくれて、今日ここに来てくれて、出会ってくれてありがとう。まだ見せづかれプレゼントでした。ありがとうございます。ということで、次の曲で最後にしようと思います。はいはいはい。もしよかったらアンコールとかしていただいても大丈夫です。ってどうしよう。よくあるんですよね。どうしようかな。短めにしとこうかな。じゃあもう私この 2,3 年本当にたくさんの命と向き合ったというかね、たくさんの命をなくしました。じいちゃんばあちゃんが亡くなったりとか、ついこの間まで元気だった、お世話になった人が急に亡くなっちゃったりとか、死にたい死にたいって言ってた友達が本当に死んでしまったりとか、なんかこうやってまたねって言ってもう一回会えることって本当にすごいことなんだなってすごく本当に感じてます。今度その10月9日のワンマンは再会というね、テーマなんですけども、10年間歌ってきたから皆さんとまた会えたらいいなって思っているし、また新しい自分にも会いに行きたいなと思っているし、皆さんにとっても新しい自分に会えるようなそんな日になれたらいいなと思ってます。あ、セグソンだ。ということで、また生きて会おうという曲でアンコールやって終わりにしたいと思います。なんか選曲が分からなかったでもね、せっかくです元気な感じで来ました。じゃあ本当に今日は皆さん来てくださってありがとうございました。また会いましょう。それでは皆さん、本当に今日はありがとうございました。
なんかめっちゃ怖くて皆さんを見れない自分がいる。いらっしゃいませ。あ、ひじさん。やばい、ひじさんマジ久しぶりすぎる。やばい。もう2曲くらい歌ったら。いいの？せっかく今来てくれたんだから。歌ってもいい。いいですか？時間大丈夫ですか？マジで。じゃあ2曲歌ってもいいですか？とじゃあ。今本当にやば。それこそあのね、池袋のね、池袋で私路上ライブを始めたんですけれども、本当に路上ラってた頃からずっと応援してくれててね、ひじさんは。本当にあの当時毎日路上ライブができたのは間違いなく、もう本当に毎日毎日見に来てくださった方々がね、いらっしゃって、そのおかげで本当に今があるなと思っております。あの30歳で日産にスタジアムに立つというのが私の夢でした、でも気づいたらもう34歳。最近あまり年齢は言わないようにしてるんですけど、そんな自分自身に向けた曲、そして、10月9日がどうなるのかね、あともう43日ですね。はあ、怖い。なんかそれを考えるだけで本当毎日お腹が痛くて、毎朝不安とともに起きるんですけど、それでも本当にね、たった一人でも来てくれる人がいるんだったらそのために歌おうと今決めてます。そんなここに来てくれてる皆さんにも向けてお届けしたいと思います。じゃあ、せっかくでございますので、もっとという曲を歌ってください。
なんだよ。叶えられなかったことが山ほどあんだよ。まだ売れないミュージシャンやってんのって誰かに笑われたとしても、もっと明るい曲歌った方がいいよ。どうでもいいことばかりさ。だってもっと大切なことがある、ここにあなたがいる、あなたがいる。盛り切れなかったことがたくさんあったよ。山ほどあんだよ。やっぱ私にはできないんだって誰かと比べて落ち込んで、もっと覚悟を決めなきゃダメなんだって、誰がそんなことを決めたんだろうか。だってもっと大切なことがある、もっと大切にすることがある、もっと大切なことがある。今からどう生きたいかだ。もっともっとあたしならできるはず、もっともっとあたしにしかできないことがある、もっと大切なことがある。今ここにあなたがいる、あなたがいる。叶えられなかった夢がここにあんだよ。夢はまだここにあんだよ。もっとという曲でした。ありがとうございます。ではダブルアンコールということで本当にありがとうございます。なんかこんな東京でいっぱい歌うの久しぶりですね。今日はね、久しぶりに池袋西口に行ってきたんですけど、私が歌い始めたのは東京芸術劇場。人が怖くて、人前に立つのが怖くて、本当に今でも忘れないです。東京芸術劇場から西口に行くまでの本当にこのたった300メートルぐらいが私には怖くて怖くて怖くてしょうがなくて、なんでこんな、なんだろう、口ではでっかいこと言ってるくせに目の前のことなんでこんなにできないんだろうって、いつもいつも悔しくて泣いてました。マミチと一緒に旅した時もたくさん泣きました。思ってる自分と思ってる現実と
目の前の現実といろんなことが本当にいっぱいありました、今もこうやって歌ってていろんな気持ちがいっぱい湧いてきます。あーもうみんな長えなとか思ってんだろうなとか、もういいよしーちゃんって思ってるんじゃないかなとかね、なんかそんな大した曲じゃないなとかね、なんかねめっちゃいろんなネガティブな自分がいっぱい襲ってきて、怖くてみんなの顔が見れないのが、まだ10年経っても変わっていない自分がいて、でも最後は、負けるもんかという曲を歌っております。最後の曲は皆さんの目を見ながら歌って頑張りたいなと思いますので、すごい優しい眼差しで見ていていただけたら嬉しいです。あ、そっか、最初にそうやって言っとけばいいですね。なんかもうコロナの時だから本当皆さんマスクでめっちゃ怖くて、もう本当見るの怖かったんですけど、でも本当覚えてます。初めてずっと目つぶって歌ってて、初めてバッて目開けた時に自分が思ってたよりも本当に皆さん優しい顔で聞いてくれてて、思ってるより世界は優しいのかもしれないって本当にその時に思いました。とはいえたまにはこうやってね、なんかもう時間めっちゃ気にしている人とかね、なんかもう帰りたそうだなこの人みたいな人もいたし、路上ライブやってて秋が投げつけられた時もあるし、本当にいろんなことがいっぱいありました。でもね、本当にそれでもこうやって今日も歌い続けられたのはね、間違いなく本当に応援してくださってる皆さんがいつもいつもいてくれたからっていうのがすっごいあって、再会の10月9もどうなるか本当わかんないんですけど、ちょっと負けそうっていうかもう負けたりしてるんですけど、それでもそのステージに立つことが何よりも私にとっては大きな挑戦だなと思ってるので、自分に負けないように自分自身に向けて、そして皆さんもきっと現実いろんなことあると思います。そんな皆さんがいろんなことに負けないように、最後にやっと1曲終わって終わりたい、マミジーにバトンタッチしたいと思います。本当に今日はお忙しい中ここに来てくださってありがとうございました。負けるもんって声を出してそう、自分はできると信じてた、とえどんなこんなな状況を私は勝つと決めたんだ、できるやれる、負け顔なんかするなよ、笑って吹いて、楽しんでこう、よっしゃ行くぜって、辛い時も苦しい時もみんなで笑ってしまえばなんとかなるさ、そんな思いで作った曲は最後に皆さんの顔を見ながら歌って終わりにしたいと思います。本当に今日はありがとうございました。で悔しくって泣いた夜もある、うまいあの子が羨ましい日もあった、何ができるかわからないまま、それでも目覚めちり、誰より頑張った自分を信じてやりたい、涙流す、またとえこんなこんなな状況を私復活と決めたんだ、できるやれる、大丈夫一人じゃない、笑って叱って泣きやがめもずっと耐えるって、新宿駅歌いに行って、周りのアーティストはめっちゃ足を止めてるのに私の前だけ誰も足を止めてくれなくて、もうめっちゃ情けなくて辛くて、泣きながら路上した日もいっぱいありました。それでもたった一人でもずっと聞いてくれる人がいたから私は今日まで歌い続けてくれました。これからも皆さんの顔を思い出して歌い続けたいと思います。本当に今日もありがとうございます。負けるもんかって諦めないで、未来は自分で作るんだ、たとえどんなこんなな状況もこれはチャンスだ、掴み取るんだ、できるやれる、次じゃない今を見るんだ、狙って描いて次
日泳ぎの先ほど10月9日池袋豊島区民センターにてやっております。チケットも今日ございますんでね、1000円からございますんで、よかったらよろしくお願いします。改めまして、生きづらいけど生きてやる系シンガーソングライター風見しずかでした。ありがとうございました。お手を拝借よー、ありがとうございました。先ほどあのまみちのステージ中にもちょっとお話しさせてもらったんですけどね、今度の10月9日に、豊島区民センターというところで、でっけえところでねホールマンマンをやらせていただきます。でもそこを借りるにはここの丸さんの力がなかったら借りれなかったので、肘です。肘です。はい、肘です。本当にあのね、はい、自分の力じゃなくね、本当にシーちゃんの後ろから、ジャスミンちゃんこちら、はい、本当改めて本当にありがとうございます。本当にありがとう。近い近い近い。ジャスミンちゃん持たせながら筋トレみたいな。まみちの旅の時によく歌って育ってたような曲があります。もともとは私もってね人前で歌えなかったんで、本当に一歩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 踏み続けて今があります。ゆずみたいになりたいってそう思ってね路上ライブを始めましたが、思ってる以上にゆずは遠くて、思ってる以上に人前で歌うのがめっちゃ怖かったです。でもね今もまだまだな自分だけど、それでもきっと一歩一歩近づけてる。あの47都道府県の旅で育ててもらったそんな歌だなと思っている。泉が好きだと言ってくれたあの曲をお届けしたいと思います。あの曲っつって今言っちゃったね。歌えるかも私。わっ、それでは聴いてください。フューチャリング泉が来るかもしれない未来。ワン、ツー、スリー、フォー。今年もまた半年が経って、私は一つ年を取る。大好きだったあの二人組はもうとっくにデビューしてた年。忙しく繰り返す毎日、やってる気になってやる気になって、気がつけば時間ばかり過ぎてた。いつまでそんなことやってんのって羨ましいって鼻で笑われたとしても、少しくらいは近づいてるって、近づけてるって自分の時間で誰にもわからなかったから、未来は怖いんじゃなくて面白いんだと、少しくらい近づいてるって大丈夫だって、自分を信じて誰にもわからなかったから、未来は想像するんじゃない、想像するんだ。今年もまたカエルが巻いて、私は一つ年を取る。大好きだったあの人はもう遠くに、虹のパパ忙しく繰り返す毎日、大切な人とも距離を作って、気がつけば少し道を外してた。いくつになっても相変わらず変わらないねって、指さして笑われたとしても、道のないどこへ道作ってたどり着くまで、あてのないまま誰にもわからないような道を進んでる自分、誇り思う。少し
悩みで孤独で不安でくじけそうで迷いそうになって信じれなくなって何もかもわかんなくなってもで自分に誓って誰にもわからない。だから未来は怖いんじゃなくて面白いんだと少しくらい近づいてるって大丈夫だって自分を信じて誰にもわからない。だから未来は想像するんじゃなくて想像するんだ想像じゃなくて想像するんだ。じゃあ最後に1曲だけ歌って終わりにしようと思います。あ、ありがとうございます。あ、お疲れ様です。おーおーおーとか言ってた。もうあの泉がうちでねカフェでも、カフェ&カラフというねお店をやってるんですけども、ラフで泉が来てくれてから泉ファンの皆さんもラフによく来てくださるようになりました。はい、本当にありがとうございます。久しぶりにまみちにお会いしまして、久しぶりのまみちの曲、あれ前ラフに来たのは去年の骨が折れる前だよね。そう、骨が折れるなんか悲しい骨が折れる前の泉でした。はい、ワンコ2匹連れてね。いやすごいよね本当に。あの改めて今日久しぶりにまみちとこうステージやらせてもらって、まあなんかちょっと投げ銭ライブなんでね、なんかがっつりライブっていうよりかは結構こうラフなねライブにはなってるんですけど、それでもやっぱすげえなって本当に今日も思わせてもらいました。あのちっちゃいからだからなんであんなにすごい声が出るんだろうってね、あの47都道府県の旅してる時からずっと思ってましたけどね、すごいよね本当にね。なんかもうガラスが割れちゃうんじゃないかみたいなでも本当になんかまみちとはなんかこう真逆というかね、自分に持ってないものを本当にたくさん持ってる人だなと思って、その分やっぱ自分と比べてつらかった時もいっぱいあったんですけど、でもなんかやっぱこの47都道府県一緒に回らせてもらったっていうまみちの存在はやっぱなんかこう他のアーティストさんにはないなんかこう特別な感情を持っていて、言葉にはできないんですけど、なんか愛してるよ。あ泉はこうやってなんかこうやってわざとこう目を見ながらこうやって言ってきて、そう私はいつも絶対見ないっていう声で本当になんかこうね改めてこうもう6年経ったんだって思うんですけど、なんかあの旅があったから本当に今があるなって思うし、マジで行ってよかったなと思うし、マジでマルチが最初ね断られたにもかかわらず連れて行っていただきまして本当にありがとうございました。でも本当に行ってよかったなって本当思うし、なんかあの頃の自分と比べると多少は成長したなって本当思うし、変わってないなってところも全然あるし、でも改めてこう6年経ってもお互いまだ歌えてることにも本当に良かったなって思うし、この6年でねいろんなアーティストさんがいなくなった気もするし、大物結婚したりとかいろいろねありますけど、それでもなんかこうしてまだまみちと歌えてることがなんかめっちゃ私は今日嬉しいなと思ったし、なんか10年ぐらい経ってもこの先泉も歌っててほしいなと思うし、私も歌ってたいなってすごい思いました。なんか50とかになってね、あの頃は若かったねって言いたいなとね、50って言ったらあと20年後皆さんもね20年経つと何歳ですか？生きてるでしょ。でも私の夢はですね、本当にヨボヨボになりながらこうみんなで負けるもんかをこうやってやりたいので、肩上がらねえっつってなんでぜひね、私も泉もきっと死ぬまで歌うんじゃないかなってなんかそんな気がしてるので、腕が折れてようが多分泉は歌ったと思うし
私も命がある限りは歌い続けたいなと思っているので、改めてこの自分の人生に、泉まみという人とね、出会えてよかったなって思う、ありがとうという気持ちと、そしてまみちをきっかけに出会えた皆さんにもありがとうという気持ちと、なんか路上やってるみたいもう夏になりますね、今日もいつも来てくださってる皆さんにもありがとうという気持ちを込めて、最後にじゃあありがとうという曲で終わりにしたいと思います。本当に今日は何よりもまるさんありがとうございました。でも何よりもまるさんとつなげてくれたのもまみちなので、本当にまみちさんありがとうございますもう本当に泉なしではマジで私は今の自分マジでいないんでね、いつでもまたうちにも泊まりに来てください。行きます。はい、ワンコも連れてね。行きます。まるさんもよかったら泊まりに来てください。汚い家で言うけど、それから本当に今日はありがとうございました。ワンコ知らなかったけど、今じゃ誰より大切な人。時が経つのは早いもので、それぞれの道に進む。
10月20日、そして10月9日開けといて来ていただけるとと思いますのでよろしくお願いいたします。そしてまるさんもこれからもよろしくお願いいたします。本当に今日は皆様ありがとう。ご手を拝借よー、ありがとうございました。もうない、もうない、もうないでしょ。